落合、巨人史上最強エースは桑田だと思っていたが、落合は中日時代、桑田について、桑田にはエースと呼べる要素が備わっていた。ふてぶてしい態度やストイックな生き方、マウンドに立っている姿を見てもエースという印象を誰もが持っていたと桑田がエースであると感じていた。しかし、落合が巨人へ移籍すると、巨人のエースは斉藤とその意見を翻している。その理由として、10.8 決戦のような絶対に負けられない試合で期待に応えてきたことや身体能力、シーズンに向けてコンディションを上げていく計画性、安定した投球技術やマウンドさばきなど、斉藤こそエースとして必要な要素は全て持っているという評価をしているようだ。